こんにちは、スタイリストの大山俊です。今回の動画なんですが、大人の最強レザースニーカーはこれに決定というテーマでお届けをしたいと思っています。まあこれまでの動画の中で僕はですね、様々なレザー系のですねスニーカー皆さんにご紹介してきたかなと思います。ファストファッションブランドのものがあったりだとか、スポーツブランドのものがあったりだとか、またはセレクトショップのオリジナルのものがあったりだとか、まあいろいろと優れたレザー系のスニーカーって世の中にはあるわけなんですが、その中でも完璧と呼べるようなものを見つけたので、今回はですね皆さんに全力で解説をしてみたいなと思っています。それがこちらのアイテムになります。デバイスワンのレザースニーカーですね。まだこちらのブランド名聞いたことがないという方が多いかなと思うので軽く説明したいなと思ってるんですが、デバイスワンというのはアウールというですねファッションブランドがあるんですけども、そちらから派生して生まれたスニーカーブランドなんですね。アウールというブランド自体もまだ新しいんですけども、僕自身普段のスタイリングの中で結構アウールは使っていまして、大人の男性に向けた上質な日常着をテーマとした様々なアイテムを展開していまして、例えばセットアップだったりシルエットが綺麗なボトムスだったり、このあたりですね、特に昨今のビジネスシーンであったりだとか、綺麗めなカジュアルに非常にハマりがいいのでよく使っているブランドなんですが、今回はそちらから派生してスニーカーブランドができたということで PR の動画にはなるんですが、僕自身これまで色々と見てきた中でもここまで優れたレザー系のスニーカーはなかったので、全力で皆さんに解説をしていきたいなと思っています。では早速こちらのスニーカーについて解説をしていきたいなと思ってるんですが、ちなみに皆さんはスニーカーを選ぶときにどんなところを一番重視するでしょうか？僕自身はですね、やっぱりなんだかんだでデザイン性、見たくれの部分ですね、ここが一番重要で、どんなに機能性が優れていてもパッと見の見た目だとか空気感、ここにですね納得しないとなかなかですね買うところまではいかないんですね。こちらのデバイスワンのスニーカーなんですが、僕はもう見た瞬間からこれは名作だなと実感したわけなんですね。まずは全体のシルエットなんですが、このあたりはアウールさんらしいなと思うんですが、セットアップだとか綺麗めなカジュアルに溶け込むような上質なデザインを意識してるかなと思うんですね。全体のシルエットは丸すぎず尖りすぎず、バランスのいいシルエットに構成されていまして、つま先部分も丸すぎるとちょっと可愛くなってしまうし、尖ってるとこれまたですねチャラついた印象になってしまうんですが、とても均整を取れたバランスになってるかなと思います。つま先の部分から甲の部分まで高さがしっかりとあって、フォルムも非常に綺麗なのがこのスニーカーの特徴かなと思っています。まあこのようなレザースニーカーっていうのは基本的にミニマルなデザインのものが多いんですが、それがゆえにですね結構シンプルすぎてしまってちょっと退屈だなとか、もうワンアクセントぐらいあった方がいいなと感じるものも少なくないんですが、このデバイスワンのスニーカーは結構細部にこだわって作られてるんですね。例えばこちらのですねシューレースの一番下の部分にシルバーのパーツがついていまして、これもですね小さなパーツではあるんですが、やっぱり男心をくすぐるような程よいアクセントが効いていて、なかなかバランスがいいなと思うんですね。そしてかかとの部分を皆さん見ていただきたいなと思うんですが、こちらにはガラスレザーが使われているんですが、大理石模様ですね、この光沢感と上質な模様ですね、これが着こなしの程よいアクセントとして効くので、なかなかバランスがいいかなと思います。今回ご提供されたブラックはですねこの大理石模様になっていまして、ホワイトに関しては同色のですねガラスレザーが使われていまして、こちらもスッキリとしていてすごくバランスがいいかなと思います。そしてもう一足グレーのスウェードもあるんですが、こちらも同色系のガラスレザーが配置されてるんですけども、後ろから見た時のバランスですね、退屈に見えないというところがしっかりと工夫されているのがなかなか素敵なポイントになってくるかなと思います。また細かい部分なんですけども、靴紐のですね一番上の穴ですね、ハトメの部分にもですねしっかりと刻印がされていて、このあたりもしっかりと作り込まれてるんですね。ですのでシンプルでミニマルなレザースニーカーなんですけども、しっかりとアクセントの要素も加わっていて、だけどもそれがやりすぎ感がなくて非常にバランスがいいというところ、ここはすごい魅力だなと個人的にも感じています。そしてシンプルなレザースニーカーであればあるほど素材の質感っていうのもすごく重要になってくるんですね。でこちらで使われているレザーなんですけども、表面には脂肪感があって、上質な中にもちょっとした男らしさを感じるような、そんな質感になってるんですね。この素材の感じはどう見てもですね上品さが伝わってくるので、かなり納得できるような作りになってるかなと思います。そして靴紐もですね結構重要なんですが、ローを引いてあるので光沢感があって、このレザー自体の上品な雰囲
勉強を損なわないようなバランスに仕上げられてるんですね。かなり細かいところまで作り込んでるのが結構印象的なスニーカーだなと思います。そしてスニーカーというとやっぱりこうスポーツ系のブランドとアパレルブランドがやるスニーカー、まあ大きく2つに分けることができるかなと思うんですが、スポーツ系のブランドのメリットというのはやっぱり圧倒的な履き心地の良さだと思っているんですね。一方でデザイン性というところで言うとアパレルブランドが作ったスニーカーというのは非常に作り込みが丁寧だったりするわけなんですが、ちょっとやっぱり履き心地の良さに関してはスポーツブランドの方が勝ってるなと思うことが少なくないんですが、こちらのスニーカーはかなりですね履き心地もいいんですね。内側にはですねこのような専用のソールが入っていまして、すごくふかふかのインソールというよりは高反発でしっかりと跳ね返りのあるようなそんな材質を使っているんですね。こちらの方がやっぱり長時間歩いている時に足が楽ですし、履き心地の良さを徹底的に考えたそんなですねインソールになってるかなと思います。普通にインソールのデザインもかっこいいですよね。ブラウンを基調としながら連続性のあるロゴがプリントされていて、これ自体もかっこいいというところで、靴脱いだ時にもしっかりと見栄えの良さが実現できるのかなと思います。で、足入れをした時の内側も結構スペースがしっかりとあるので窮屈な感じもしないですし、そのあたりの快適性というところもですねしっかりと考えられてるかなと思います。またレザーの質感も良くてソールもしっかりとしてるので、結構重量感がありそうな感じがするかなと思うんですが、これめちゃくちゃ軽いんですよ。一般的なレザースニーカーに比べると 100g 前後軽いと言われているので、確かに持った感じが明らかに違うんですね。もっと重たそうな感じがするのに、ソールの構造のおかげでかなり軽量化が実現できているので、そのあたりも使いやすいポイントかなと思います。そしてせっかくソールの部分に触れたので、ここもちゃんとお伝えしたいなと思ってるんですが、見てください、このソールの厚み結構ありますよね。先ほど計測してみたら4センチぐらいありまして、これはですね僕のように身長があまり高くない男性には非常にありがたい項目で、履くだけで身長が漏れるのと足長効果が実現できるので、スタイルアップが簡単に実現できるというところ、このあたりもよく考えられてるかなと思います。これは実際に履いてみるとすごくわかるんですが、いつもと目線が変わるんですね。個人的にはここにもですねすごく感動したので、まあアパレルブランドが作るレザースニーカーではあるんですが、スポーツブランドに負けないだけの機能性をしっかりと詰め込んだようなそんなレザースニーカーになっているので、決して見栄えだけじゃないというところ、このあたりも個人的に評価しているポイントかなと思っています。またカラー展開も豊富なので、ここはですね正直迷うところだと思うんですね。個人的には今回ご提供いただいたこの3種類ですね、これらがすごく使い勝手がいいかなと思ってまして、まずはホワイト系のレザースニーカーですね。これはですね鉄板ですね。あらゆる季節に対応ができて、これに合わない着こなしはないんじゃないかというぐらいですね、やっぱりホワイト系のスニーカーは使い勝手がいいんですね。デバイス1の白レザースニーカーはソールの部分を見ていただくとわかるんですが、こちらが本当に真っ白という感じなんですが、本体のレザーは少しですね黄みがかっていて、まあナチュラルに近いような色合いで、このあたりがかえって品があって大人っぽく使えるポイントになってくるかなと思います。シューレース部分の金具も本体に合わせながらシャンパンゴールドになっていて、すごく上品なんですね。このハトメの部分の色合いもちゃんとリンクされています。ガラスレザーの部分もツヤ感があって非常に綺麗なので、シンプルなんだけど退屈に見えないというところが非常に作り込んであるので、とても美しい白レザースニーカーかなと思っています。まあどのような着こなし話にももちろん合うんですが、例えば以前ですねショート動画の方で解説をしましたアウールのグレーのですねマルペンサというボトムスですね、こちらとの相性がめちゃくちゃいいんですね。モノトーンの着こなしの中に白レザースニーカー合わせるスタイリング、すごくバランスがいいので、ぜひ皆さんもお試しいただければなと思います。そしてブラック系のレザースニーカーですね、最近改めて僕は注目をしてるんですが、どのような使い方ができるのかというと、一番の鉄板はネイビーのセットアップに対して足元をこのようなブラックのレザーレザー系スニーカーで引き締めるという着こなし、これが鉄板だなと思っています。最近はビジネスシーンでもレザーシューズだけではなくて、結構このようなレザー系のスニーカーですね履いても OK という職場も増えてるかなと思います。まああらゆるですねレザー系のスニーカー見てきましたが、その中でも大人っぽく上品で適度に色気が効いてるようなこのレザースニーカーは、まあ本当にビジネスシーンにも使い勝手がいいかなと思いますし、あとは結構オリーブ系のカーゴパンツだとかベイカーパンツのようなちょっとカジュアル感のあるようなボトムスをギュッと引き締める意味でも、このようなブラック系のレザースニーカーすごく効いてくるのかなと思っています。で、結構ですね僕は嬉しいなと思うポイントがありまして、ブラック系のレザースニーカーのソールは僕は
黒よりも断然ホワイトの方が好きなんですね。ブラックだと結構全体が黒くなってしまって、かなりですね、シンプルに寄りすぎてしまうんですね。なのでソール部分だけでもホワイトの方がちょっとこなれ感が出るのと、デザイン的にもちょっとしたアクセントとして効くので、僕はこの白ソールがめちゃくちゃバランスがいいなと思ってるんですね。まあ細かい部分ですが、ステッチもかなり細かいですし、作り込みも含めてかなり丁寧なので、非常にバランスの取れた一足かなと思っています。続いてこちらのグレーのスウェードなんですが、これまたこなれ感があって、すごくバランスのいい一足だなと思っています。すでにホワイト系のレザースニーカー、ブラック系のレザースニーカー持ってる方もいらっしゃるかなと思うんですが、まあそういった時には素材を変えてスウェードにしてみる。そしてカラーもですね、この2色の中間的なグレーを選んであげることで、かなり着こなしの幅が広がると思いますし、この二つにはないような少しクロート感の漂うような着こなしが簡単に実現できるので、これもまたバランスがいいんじゃないのかなと思っています。スウェードの毛足もしっかりと長さがあって適度なカジュアル感があるんですが、全体が上質な雰囲気をまとっているので、決してカジュアルに見えすぎないというところが、まあすごくバランスがいいなと思うんですね。僕だったらシンプルなブラック系のパンツに合わせて足元のグレースウェードのですね、上質な質感を主役に持ってきたいなと思うんですね。本体のスウェードと層の部分のガラスレザーのコントラスト、このあたりも含めてなかなかバランスがいいかなと思うので、こちらもですね、見逃せない一足かなと思っています。まあ本当にですね、僕も今までいろんなレザースニーカーを見てきましたが、安いものだと5000円前後から買うことができますし、高いものだと結構10万円を超えるようなレザースニーカーもあったりするんですね。まあそういったものも普段のスタイリングの中で何度もご提案してきたんですが、こちらのデバイス1に関してはデザインが良くて、なおかつパーツ使いでアクセントが効いていて、身長が漏れたり軽くて履き心地が良かったり、様々なポイントが凝縮されつつ、価格帯も結構ですね、バランスが良くて、レザーバージョンで税込み 19,800 円で、スウェードバージョンで税込み 22,000 円ということで、まあかなりですね、コストパフォーマンスの面でも優れてるかなと思っています。レザー系のスニーカーだけでここまで語れる要素があるものは本当に少ないかなと思うので、僕個人としてもこちらは自信を持ってお勧めできるので、ぜひ皆さんチェックしていただければなと思っています。はい、ということでいかがでしたでしょうか。今回の動画では大人の最強レザースニーカーはこれに決定というテーマでお届けをさせていただきました。結論ですね、デバイス1めちゃくちゃ良かったですね。 PR なのでめちゃくちゃ褒めてるんでしょと思う方いらっしゃるかなと思うんですが、何度かお伝えしている通り、僕はレザー系スニーカーが大好きで、個人的にも散々買ってきましたし、普段のスタイリングの中でもあらゆるブランドのものをご提案してきたので、その全体像を見た上で今回語っているので、忖度なしで非常によくできた商品だなと思っています。ぜひ皆さんもお近くに店舗がある方は実物を見ていただきたいなと思いますし、こちら動画の下の概要欄にリンクを貼っておきますので、そちらの方からもですね、ぜひチェックをしていただければなと思っています。まあ、正直 PR 動画というのはなかなか難しくて、普段見ていただいている皆さんにとって納得感があるものじゃないと僕はですね、お受けすることはないんですね。本当に僕はですね、いろんな企業さんから PR のご依頼いただくんですが、まあ僕自身が実際に使っているものだとか、もしくは普段のスタイリングで使っているもの、なおかつ見ていただいている皆さんにとってリアリティのある価格帯かどうか、または僕が普段ですね、お伝えしている内容との親和性ですね、ここも含めて厳密に判断をして、本当にお勧めできるものだけしか PR はお受けしないようにしてるんですが、これは久々に大ヒットだったので、ぜひ皆さんもチェックをしていただければなと思っています。以上、スタイリストの大山俊でした。また次回の動画もお楽しみに。